将棋の藤井聡太八冠の対局が県内で行われます今年5月、名人戦が別府市で開催されることが今日決まりました藤井聡太名人が別府で初防衛の対局に臨むことになりました藤井八冠は去年、史上初の8大タイトル独占を達成4月から名人戦の初防衛に臨みますその7番勝負の第4局が 5月18日と19日に別府市で開催されることになりました市民の反応はやっとね、<laughs> 全国にピ p ルできるからいいんじゃないですか、えー、来てくれるんですかって感じです温泉とご飯をいっぱい食べて頑張ってくださいって感じですありがたいというかね、別府は夜が賑やかだからね、街中はねそういうのを楽しんでほしいですね

対局と同時に気になるのが勝負飯。市は実行委員会を立ち上げてメニューリストを作る予定です。おやつ、えー、なんかもおそらくあの皆さん方あの注目をされるところじゃないかというふうに思ってますんで食の魅力でありますとかそれ以外の、えー、魅力も皆さん方にお届けできるんじゃないかなと。開催にかかる経費はおよそ2000万円で対局を観戦できる大援解説会なども行われます。